ウェストミンスターは、アメリカ合衆国コロラド州のアダムズ軍とジェファーソン軍にまたがり、デンバーオーロラブルームフィールド都市圏に属する自治都市である。州都デンバーからは、北北西に9マイルの位置にある。アメリカ合衆国国勢調査局による2010年国勢調査で、の人口は10万6114人であり、州内では、第7位アメリカ合衆国では、 第237位になっている。2006年7月、CNN の雑誌、マネーによるアメリカで住みたい都市ランキングでは24位に位置付けられた。1858年にサウスプラット川渓谷で金が発見され、後にウェストミンスターとなった地域に国民の関心を呼んだ。一攫千金の夢と1862年土地法によって、東部から多くの開拓者が移動し、 カリフォルニア州に向かう代わりにコロラドをその住処にした。開拓者たちが来る前はアンテロープやバッファローのような野生動物がこの地域に住んでいた。クラウンポイント近くにはアラパホ族インディアンが住んでいた証拠もある。1870年、最初の高級的開拓者、プレザントデスペインが現在の市内西76番アベニューと ローエル通り近くに160エーカーの土地に家を建てた後、この地域はデスペイン交差点と呼ばれるようになり、馬の飼育者であるエドワード・ブルース・ボーラーズなど他の開拓者も引きつけるようになった。ボーラーズは1881年に町に鉄道駅を作る時の推進役になった。1885年、コネチカット州の不動産開発業者 C.J. ハリスが デスペイン交差点に到着し、土地を買収し始めた。まもなくこの街は、ハリスと改名されたが、ダレルパークとも呼ばれていた。ウェストミンスター大学、ウェストミンスター城とも呼ばれ、アメリカ合衆国国家歴史登録財に登録され、デンバー市を見下ろす位置に立っている。1891年、ウェストミンスター城の建設が始まり、これが、西のプリンストン大学と呼ばれるようになり、 現在では83番アベニューとフェデラルブールバード沿いに建っている。1911年には町が自治体化され、ウェストミンスター大学にちなんで、ウェストミンスターと改名された。ウェストミンスターは北緯39度52分整形105度03分、北緯39.867度整形105.050度 39.、39.867-105.050に位置する。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は三十二点九平方マイル、この内陸地は三3 1五平方マイル、水域は一1四平方マイルで、水域率は四四点一パーセントである。以下は二千年の国勢調査による人口統計データである。ウェストミンスター市内には、週間高速道路二十五号線、アメリカ国道三十六号線、 道287号線、コロラド州道95号線、道121号線及び道128号線が通っている。デンバー地域交通地区がウェストミンスターと地域の他の場所とのバス便を運行している。デンバーに始まったファストラックスプロジェクトの一部として通勤線とバス、高速輸送線を建設する計画があり、これでロングモントやボルダーに行くことができるようになる。 航空便は、デンバー国際空港とロッキー山脈都市圏空港が利用できる。ウェストミンスター市内や近辺にある高校としては、ヒドンデーク高校など8校ある。アダムズ郡教育学区50は、市内南部にウェストミンスター高校という名の高校を新設する計画を立てている。その後に2校を閉鎖する予定である。コミュニティ資源住宅開発会社が行う。 財務適合性と住宅購入者の教育コースがあることでも知られている。ウェストミンスター市内にはトレールや解放空間のシステムがある。ビッグドライクリークトレールはこの解放空間システムの一部であり、市の東端からスタンドレイコまで約10マイルある。その他のトレールもジョギング、自転車乗り、野生生物観察及びアウトドア活動のためにファーマーズハイライン運が ウォルナットクリークおよびリトルドライクリーク沿いに作られている。さらにスタンドレーコ地域公園、ウェストミンスターヒルズ地域および市の歴史を反映する場所に広大な土地を保存している。ウェストミンスター市公園、シティパークレクリエーションセンターなど、その他多くの地区およびコミュニティの公園には全市民のための施設がある。市内には、 レガシーリッジゴルフコースとウェストムーアのヘリテージゴルフコースがある。ウェストミンスター市の主要なショッピングセンターとしては、ジラード、JC ペニー、シアーズが各テナントとなるウェストミンスターモールがある。その他、ザオーチャードタウンセンターと呼ばれる屋外型生活用品センターがあり、各テナントとしてメイシーズ、JC ペニー、例が入り、他にホリスターや アメリカンイーグルアウトフィッターズなどの店舗が入っている。このショッピングセンターは、週刊高速道路25号線と第144アベニューに沿っており、ウェストミンスター市北部とソーントン市に利用されている。ありがとうございます。